皆さん、おはようございます。小さい声でベルファストからおはようございます。まずメインのポッドキャストの話に入る前に宣伝をさせてください。一つ目、アンカースポティファイで有料サブスクエピソードを始めています。今までペイトレオン限定だったおまけのポッドキャストをいきますよ。エクストラーが聞けます。もしよかったら聞いてみてください。 エクストラの方がたくさんおまけ。プライベートな話をしています。そして2つ目、私のサイトについてです。私のサイトで私が作った日本語の簡単な雑誌、マガジンを販売しています。私のお店、ストアにぜひ行ってみてください。第1号は MP3 ファイル付きで私の旅行記夏休みの旅行記について書いています。ボンボヤージュ。 これから少しずつ雑誌を販売していく予定ですそして3つ目はニュースレター私のサイトからニュースレターを購読できますぜひサインアップしてみてください今ならまたまたおまけがついていますそれでは今日のエピソードをいってみましょう皆さんこんにちは日本語の先生のりっこです最近何か皆さん日本語でコンテンツを読んでいますか日本語の小説 ブログうーん私のトランスクリプション何かか日本語でで読んでいますかあの私はペイトレオンでブブッククラブといいうのをやっています、まあ、これは、まあ、私がある本を朗読しているんですね。朗読したオーディオファイルをペイトレオンの皆さんに差し上げているんですけれども、まあ、最初の1冊目として選んだのが「魔女の宅急便」だったんです。 魔女の宅急便皆さん、スタジオジェブリの映画でも有名です。映画を見たことがある人は多いと思うんですね。私はとても好きな話です。ね、魔女の危機の物語、そして黒猫のジジもとても可愛い。ね、その小説版を朗読しているんですね。あの映画はね、とてもわかりやすくて面白いと思ったんですけど、小説ってやっぱり難しいですよね。 えそれで私のまあ、ペイトリオのメンバーの皆さんからフィードバックをもらったんです聞いてわかるような気がするけど実際本を読んでみると知らない言葉がたくさん出てきて読めません本ってどうやって読んだらいいんですかその通りですね私だって英語の本読むのはとても大変なんですよ今回 国語、韓国語の小説を読むなんて、私にはまだまだ無理です。まあ、いつかは挑戦したいことだけれども、今は無理かな。でも、皆さん、読んでみてほしいんです。ぜひ、本を読んでみてほしいんです。読み方。私はね、この魔女の宅急便の読み方がわからないと言った方に、こうアドバイスをしました。まず、第一章、ね。第一章は。 わからない言葉を調べながら、きちんと読んでみてください。ね、そして、どんな人が出てきて、どういう話なのかを理解してください。そして、第二章からは、わからない言葉が出てきても気にしないで、どん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 読む。読み進める。多読をやってみてくださいって言ったんですね。じゃあ、どうして第一章はきちんと読んでほしいのか。 これはとてもいいポイントだと思うんですけれども第一章って物語の紹介の部分じゃないですかね、いろんな人が初めて出てきて背景が説明されるだからきっちり読んだ方がいいんですねそして読むことで一つ一つ丁寧に読むことでまあその小説の 背景というかあ、こんなスタイルなのかなっていうのが分かると思うんですそして慣れるためにで読めば読むほどどんどん慣れていくんですよそうなっていくともう単語を調べていく必要はないと思うんですただただねどうしても知りたいと思った単語はもちろん調べてもいいんですよその時は立ち止まって調べたらいいでも一字一句を毎回調べているようでは 小説が終わらないからねだからどんどん読む多読のスタイルがいいと思うんですえそして私はある生徒さんとプライベートレッスンをしていてその生徒さんとは吉本バナナのキッチンを一緒に読んでるんですねえこの生徒さんも同じようなことを最初言いました最初本当に時間がかかった全然言葉がわからない意味がわからないでもね 読み進めて読み進めて少しずつ前に行くうちに読むスピードが速くなったって言ったたて言んです。最初は3行読むのもものすごい時間がかかったかもしれないけど読めは読むほど早く読めるようになったそして最初は一字一句を細かく調べてたけどそんな読み方は良くないと気づいたそうです。 吉本バナナのキッチン小説を楽しみたい小説の世界を雰囲気を楽しみたい吉本バナナの考えを感じたいそのためには多読のやり方どんどん前に進むというやり方の方がいいと気付いたみたいなんですね。だから彼女は今どんどんと前に進んでいます。 私はその生徒さんの成長を見てとても嬉しいんです最初は難しいと言ってたけど今は面白いと思えるそしてレッスンの中でのりこ先生聞いてくださいこの小説の中のこの表現がとても美しいと思いました綺麗な表現ですそんなことを私に話してくれるようになったんですねこれが本のパワーだと思いますそしてもう一つ えー、私のライティングチャレンジに参加してくれた生徒さんは最近推理小説を読んだそうです推理小説ってまたハードルが高いねだってミステリーですよ殺人事件です警察が出てきて誰が犯人かどうしてこの人が殺されたのか話の中で分かっていくわけですねでも難しいけれどもスミステリーって実は 読みやすいかなって思うんですなぜなら私たちは続きが知りたいじゃないですかうん「え誰が犯人なのどうしてこんなことになったの?」。どん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 先が知りたい前に進みたい展開が知りたいワクワクドキドキするのがミステリーですよねだから意外とミステリーみたいな話は読みやすいかもしれません。 うん、ちなみにこの生徒さんはあの有名な日本の作家さん西村京太郎の西伊豆変死事件西伊豆変死事件という推理小説を読んだそうですいや私はこういう挑戦を聞くと嬉しくなりますねいろいろな生徒さんが本を読んでいますまあもちろん本が苦手で本に興味がない方もいますね いいんですその方には自分が好きなこと興味があることのコンテンツを読むことをおすすめします例えば日本のスポーツが好き日本のじゃあ何が好きですかスケート選手スケート選手が好きじゃあその人の記事を読んでみたらいいかもしれないねええー、またはうん日本の 日本料理日本料理が好きだったら日本料理に関する記事やブログを読むのもいいかもしれないなので小説を読まなくてもいいけど何か読むということを皆さんぜひチャレンジしてみてほしいなと思いますちなみに私は今英語の本を読んでいますえ、ちょっと難しいでもなんとか半分終わりました内容はニューヨークで日本人の 母親とアメリカ人の父親の間に生まれたハーフの方でこの人は今ニューヨークに住んでいて、まあ、本を出したんですねその本は、えー、っと日本の、まあ、東北の大きな地震があったでしょその地震のことについて書いてあってその地震と生と死死ぬということそして 日本の宗教について書いてある本なんですとてもスピリチュアルな本なんですねまあ難しい英語の言葉がたくさん出てくるけれども私はたどく立ち止まりません少しずつ少しずつだけれども前に前に進むやり方で単語を一字一句調べないやり方で読んでいます皆さん今日は本を読みましょうという話をしてみました以上です